チャオ、あっちゃんです。今日はね、朝からライブで、この動画はね、もう前翌日だったけども、9月の、16日のライブで、チャオヤジさんからスパチャをいただきました。ありがとうございます。ということでね、あっちゃんにはエナジードリンクって言っていただいたね、栄養ドリンクを買ってきました。ありがとうございます。栄養ドリンクいただきます。で、これ、今買ってきてまだ冷えてないから、冷蔵庫で冷えてたラムーの、ゴールデンハンマーを飲みながら、お話をしたいと思います。ね、スパチャいただいたんで、で、何を買おうかなと思って、モンスターを買おうかなと思って行ってんけども、モンスターもやけども、4000mg がね、玄関入った薬局のコーナーのところにあって、あ、こっちの方がいいと思ってこっちを買いました。ありがとうございます。まあ、モンスターもいいんだけどもね、もうなんていうかな、エナジーのドリンクもやけども、これもいいかなと。で、これ炭酸入ってるからね。飲みやすいんだけど、ラムのエナジー結構ね、エナジードリンク好きでよく買ってるんだけどね、スパちゃんいただいてエナジードリンクをいただきます。で、またアコとねランチ行ってくるんで、もうしばらくお待ちください。でカラオケもね、アコとスケジュール合わせて行ってくるんでね、また、早めにね行きます。ありがとうございます。やっぱりね、エナジードリンクってあっちゃんの栄養源で、エネルギー源でね、結構飲む頻度が多くて ね、エナジードリンクって体にいいのか悪いのかって言ったら別として、目に結構いいのよ。で、目が疲れてたりする時とかってエナジードリンクすごくね、効くってね。で、多分まあね、この糖分なんかでちゃん覚醒させてくれるんちゃうかなと思うんだよ。で、ラムのね、ノーマルのやつ、この黒いやつ、ちっちゃいやつはね、少ないね、量が少ない分、味が濃く作られてんだよね。で、結構好きよく飲むんだけどね。今日これ、買ってきた、ね、こっちが、まじで、だいたいね、一本負けですよ、って。だから11本入っとってね。で、これがね、ビタミン B2、B6、エゾンコギ、ロイヤルゼリー、BCAA って書いてあるね、アミノ酸、成分 4000mg、ビタゴールドデラックスっていうやつだけどもね、これ初めて買う、栄養ドリンクだけども、まだちょっとね、また近いうちに飲んでレビューでもしようかなと思ってるんですけどね、いつもね、松清の4000を買うのよ、4000mg ね。ね、これも同じ 4000mg で、アミノ酸成分が 4000mg、有効成分13種類配合、ビタゴールドデラックスっていうやつやねんけども、これを、今回ちょっと見つけて、飲んだことないしね、初めてなんでまたレビューしようかなと思って、ちょっと今回ね、冷えてないんで、冷やした方が美味しいんでね、飲みたいなと思うんだけども、これはね、需要競争、虚弱体質、肉体疲労、病中病後、食欲不振、栄養障害、発熱性消耗疾患、妊婦授乳期などの場合の栄養補給、授乳期にも飲んでもいいんやって。で、なんかいろいろ入ってんねんけどね、よくわからへんねん。リポフラピン 2mg、ピリドキシン、ニコチン酸アミド、無水カフェイン、50mg、タオリン 3000mg、アルギニン、300mg、バリン 50mg、ロイシン、100mg、イソロイシン 50mg、アスパラギン酸マグネシウム、カルシウム、カリウム、500mg、ロイヤルゼリー、50mg、飲用核エキス 20mg、エゾ
エゾンコギエキス 15mg、まあ、そんな感じにね入ってんねんね。であと添加物として白砂糖、白糖、クエン酸、安息酸ナトリウム、バラペン、カラメル、香料を含みますって書いたんねんけども、これがね、要は栄養ドリンクなんか欠かされへん、タウリン、アルギニン、バリン、ロイシン、イソロイシン、アスパラギン酸、これってねマッチョがねサプリで取るやつやね。それがねふんだんに入ってるってすごいなと思ってこれを買ってきました。ありがとうございます。はい、ということでね、助かります。はい、結構あっちゃね、こう栄養ドリンクに頼ること多くてね、結構ね、なんちゅうかな、体力がなくったりね、夕方になってきたら疲れてね、気分健康になったりするのに、そういう時こういうエナジードリンクに頼ることがあってね。で、結構昔はね、こっちの炭酸系が好きでね、レッドブル、モンスターエナジーとか、そのあたりをね、シャークエナジーがすっごい好きやってんけど、最近コストコ行かへんからシャークエナジー売ってなくてね、一時期ねアコに売っててドンキで売っててんけど最近売られてないねんね。でコストコもこの前行った人なかったよって言っててね、ポテッあげるわ言ってくれてんけどね、売ってなかったって言っててね。で、まあねシャークエナジーがすごい好きやってんけども、シャークエナジーの値段は添加物少ないねんねんけども、モンスターね多いのよ量が。で、レッドブルはね量が少ないんやけども、なんかちょっとね味がちょっとなんかどうなんだろうなんていうことがあって、最近ねあんまり飲んでなくてね。で今日はね久々にレッドブル買おうかなと思ってて、でレッドブルを買いに行こうと思って冷蔵コーナー行く前に薬局コーナーがあって、薬局コーナーでこれを見つけて買ってきたというね。ビタゴールドデラックスで、ビタゴールド 4000ml っていうのがあってんけど、ビタゴールドデラックスっていうのがあってね、こっちのデラックスの方が内容が強かったからこっちにしてんけどね、また近いうちにこれレビューしたいと思います。ということで今日はね、茶親父さんからのスパチャでエナジードリンクを買ってきました。エナジードリンク、栄養ドリンクを買ってきて、で家にあったエナジードリンクを飲んでるというね。これもね結構レビューしてんだけどね、炭酸飲みたいとき、炭酸じゃなく一気に行きたいとき、ね、それと普段飲みはこれ、もうね栄養に頼りまくってるあっちゃうんですね。であと目にはね、目にはキューピーコアアイ、キューピーコアアイもね結構みんなね目がつらい、結構ほんまにね模型とかしてたら目がつらくなって目見えなかったですね。あとノーパスいじくってる時とかね、スマホいじくってると目がもうショコショコしてきてね大変やけどね、その時はキューピーコアアイのねなんとかやってるんでね、まあ栄養ドリンクに足りまくってるんで、今回スパチャいただきました、ありがとうございました。ということで、チャーリーさん、エナジードリンクスパチャありがとうございます。またタコとランチ行ってカラオケも行ってきます。もう少しだけお待ちください。ではまたねー。ということで今日なんちゃんの、チャーリーさんからスパチャでエナジードリンク、エナジードリンクを買ってきて家にあったエナジードリンクを飲んだ方が、よかったよと思ってくれたら高評価、応援コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたねー、バイバイ。チャーリーさんスパチャありがとうございました。